山田洋二は日本の映画監督、脚本家、演出家、大阪府豊中市出身、東京大学法学部卒業。川島雄三、野村義太郎の助監督を経て1961年に2回の他人でデビュー。男は辛いよシリーズなど人情劇を発表し、現役でキネマ旬報ベストテンに、 最多入賞した監督。日本映画界の第一人者。四樹法賞、文化功労者、文化勲章受賞、日本芸術院会員。財団法人、岩崎千尋記念事業団理事長。関西大学大学院文学研究科及び、立命館大学映像学部の客員教授、文化学院の特別講師。日本映画監督協会会員。妻は、 平塚来町の記録映画を上映する、回復会長を務めた山田義恵次女は BS、TBS プロデューサーの山田明。1931年、大阪府豊中市に生まれる、満鉄のエンジニアだった父親の勤務のため、2歳で満州に渡り少年期を過ごした。小学校1年から3年生の時に落語に熱中し、 ある時ジフテリアを患いやすの命も危ぶまれた際、憐れんだ父親から何でも好きなものを買ってもらえることになり、古本屋の落語全集を買ってもらったという、東京都大田区池行小学校に通っていた。終戦後の1947年、大連から一家で日本に引き上げ、15歳から18歳までを山口県宇部市のおばの持ち家で過ごした。流れ物や、 社会の逸脱者を多く描くのは、山田自身の引き上げ体験が強く影響している。戦中の1943年、東京都立第8中学校に入学するが、同年5月、空襲を避け、満州国の旧正大連第1中学校へ移る。1947年、大連から引き上げ後、旧正宇部,部中学校3連に編入する。1948年、 4を治むの飛び級で、旧正山口高等学校に入学するが、在学中に学生改革を経験する。1949年、学生改革に伴い旧正高校を1年で卒業。1950年、東京大学法学部に入学。退学による出席日数不足で中退するところだったが、1954年に卒業する。 新聞社勤務を経て小畜に補欠入社し、野村義太郎作品の脚本家、助監督を務めた後、1961年、二階の他人で監督としてデビューした。大島渚、篠田正宏、吉田喜重といった気営の新人が、小畜ヌーベルバーグとして活躍していた時代にあって、山田は地味な存在であった。ヌーベルバーグ派が、小畜から独立していく中、 小竹大船町路線の後継者として、下町の太陽、バカ丸出し等のコメディを中心とした作品で、企業内監督の道を歩む。当初は、花はじめ主演作品が多かった。1961年頃から日本放送協会の遺族 TBS テレビの泣いてたまるかなど、テレビドラマの脚本を担当するようになり、1962年に、 放送された日本テレビ放送網の一等信台車のあいつなどの一部の作品では山田義夫のペンネームを使っている。次第に喜劇作家としての評価が高まり、何本かの作品がキネマ旬報ベスト点入りするが、ヒットには恵まれない状態が続いた。1968年、フジテレビの連続テレビドラマ、男は辛いよの原案、脚本を担当。 テレビドラマのヒットにより同作は1969年、小畜で映画化されることになる。当初は観客動員も地味であったが高い評判を呼んだ。臨番であった監督が山田単独となる頃から知り上がりに観客も増え、その後50年間に50作が制作される大ヒットシリーズとなり、毎年お盆特例の興行は日本人の風物詩、国民的映画とまで言われた。 しかし、車虎次郎役である、厚み清の体調が優れなくなってからは、年2回作られていた、男は辛いよシリーズを、年1回に減らし、後に、老いの三尾男の出番を増やして、虎次郎の出番を減らす決断をした。第47作と第48作は、ドクターストップがあったものの無理に出演してもらった、ものである。1996年、第49作。 トラジロー路を準備中、厚みが死去し、シリーズは終了を余儀なくされ、さらに4年後には、大船撮影所が閉鎖され、監督としてメガホンを撮る機会も減ってしまった。1988年から2009年にかけては、男は辛いよシリーズに代わり小畜を支える、看板喜劇映画シリーズとなった、釣りバカ日誌シリーズ全22作の脚本を手がけている。 シリーズの合間を塗ってに、3年おきに、家族、同胞など、ややシリアスな作品も、おおむねオリジナル脚本で発表。いずれも高い評価と手堅い成績を収め、山田の映画作家としての地位を固めていく。ほとんどが、賠償千恵子主演であり、男はつらいよの桜役、シリーズ開始以前の多くの主演作を含めると、実に六十数本で主演、準主演に迎えている。 これは、海外でもほとんど例のない長期の監督、女優コンビであり、ある意味、山田が、生涯同じ歌を繰り返し歌い続けるタイプの作家で、ある少佐ともなっている。2002年、藤沢周平原作の、黄昏、西米を発表する。山田にとって、運が良けりゃに続く二度目の時代劇であり、藤沢作品を、初映画化したものであった。 他の時代劇では無視され続けてきた、くらいの低い武士の苦悩を描いた物語である。構想20年を掛け時代交渉に徹底して、こだわった。登場人物が綺麗な新品の服ではなく、着古した古着を着ていたり、毎日酒焼きを剃るはずがないから、剃った部分に髪が生えてくる等の実に細かい部分を、リアルに丹念に描き、第26回日本アカデミー賞で全部門にて、 優秀賞を受賞し、助演女優賞を除くすべての部門で最優秀賞を獲得。第76回アカデミー賞外国語映画部門にノミネートされた。2004年、再び、藤沢原作の時代劇、隠し剣記の罪を発表し、第7回ジンバブエ国際映画祭、最優秀作品賞を受賞した。2004年1月に横綱審議員に就任し、 2014年1月の退任まで動き10年を務め上げた。2006年には部員不足解消に役立つならと OB である東京大学相撲部の名誉顧問となった。京都大学との交流戦を観戦し、初心者にしか見えない学生が鼻血を出しながら立ち向かう姿が愛しいと興奮した。2007年、自身の監督作、幸福の黄色いハンカチがハリウッドで、 リメイクされることが決定。主人公は、オスカー俳優、ウィリアム・ハートが演じる。2008年、オズ・ヤスジロー以来、映画監督で二人目の芸術委員会員となる。2010年、オズ映画の爆臭を舞台化。初の舞台演出。2010年、JR 東日本が、胴体復元する蒸気機関車。 C6120 の復元工事の作業をドキュメンタリー映像として記録開始。父が鉄道ファンであった影響から幼少時より山田自身も鉄道ファンとなり2011年6月4日の復活運転開始までの間収録を行った。復活運転開始の日には高崎駅で開催された復活記念セレモニーのスペシャルゲストとして招かれ、 東北で活躍した C61 が復活したことには大きな意義があるなどといったメッセージを送り、東日本大震災からの日本復興に向かう象徴の一つとする C6120 の復活を祝った。なおこの作品は、同2011年7月16日に NHK スペシャル復活山田洋次 SL を撮ると題してテレビ放送された。2011年、 監督生活50周年記念作として、東京物語のリメイク作、東京家族の制作を予定していたが、脚本など、東日本大震災の経験を踏まえた作品に、したいという山田の意向により、制作の延期を発表。2012年12月15日、山田のこれまでの歩みを紹介する、山田幼児ミュージアムがオープンした、監督作品その他の映像作品演出脚本。 ありがとうございます。